どうなんだ、生きてるのか。ドクターも気が気じゃない。事故はこのレースからシムテックに乗るモンテルミニであった。青ざめるドライバーたち、またなのか。モンテルミニは5速全開の最終コーナーを飛び出し、タイヤバリアに突っ込んだ。時速230キロでのクラッシュ、あわやと思える大アクシデント。幸い意識はあり、両足に軽度の骨折という診断であった。それにしても、もうヘリで運ばれる人の姿は見たくはない。